ジョアン・ヒギン・ボサムはアメリカ合衆国の技術者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。スペースシャトルディスカバリーでミッションスペシャリストとして STS-116 のミッションに参加した。ヒギン・ボサムはイリノイ州シカゴで生まれ、1982年にホイットニー・ヤングマグネット高校を卒業した。1987年に 南イリノイ大学カーボンデール校で学士号を取得し、どちらもフロリダ工科大学から、1992年に経営科学、1996年に宇宙科学の修士号を取得した。彼女は、メイ・ジェミソン、ステファニー・ウィルソンに次ぎ、3人目のアフリカ系、アメリカ人の女性宇宙飛行士となった。ヒギン・ボサムはデルタ・シグマ、シータ・ソロリティの会員である。 ヒギン・ボサムは1987年にペロードエレクトリカルエンジニアとしてフロリダ州のケネディ宇宙センターで働き始めた。6ヶ月も経たずに彼女はコロンビア号を用いた大ビタ実験 OV-102 のリーダーになった。彼女は後にすべてのシャトルのペロードの配置やペロード内のすべての適合性試験を任されるようになった。ヒギン・ボサムはその後 アトランティスを用いた OV-104 でバックアップ技術者を務め、スペースシャトルとミールのドッキングのミッションに参加した。ケネディ宇宙センターでの9年間の勤務で、彼女は53回のスペースシャトルの打ち上げに参加した。1996年4月、彼女は NASA により宇宙飛行士の候補に選ばれ、1996年8月からジョンソン宇宙センターで訓練を始めた。 ヒギンボサムは STS-116 のミッションで308時間以上を宇宙で過ごし、主にカナダアームにの取り付けを担った。彼女はミッションの間、ヒューストンダイナモのスカーフを機内に持ち込んでいた。ヒギンボサムは2008年9月に打ち上げられた STS-126 の乗組員にも内定していたが、2007年11月21日、 NASA は、ヒジンボサムが NASA を辞めて、民間企業で働くことを決めたため、乗組委員をドナルド・ペティに変更すると発表した。ありがとうございます。